どうもパイテオチャンネルママです。今日はまたまたおじろじろに来てます。やってきましたね。2回目のもう1ヶ月ぶりやけどね、言うても。でも今日は、まあ、1ヶ月経ったおじろじろ、まあまあ開拓進んでました。結構進んだ、びっくりしたびっくりした。看板もできてたし、うん、いい感じに頑張っておられます。ここにね、デュオで来られてたカップルかな、カップルの方にも助けてもらったんですけどね、助けていただきました。その説はどうもありがとうございます。ありがとうございました。すごい好青年、好青年すぎてびっくりしたね。びっくりした、眩しかったもんね、うん、心を入れ替えてね、あのキャンプ楽しみたいと思います。どんなんこんな感じです。めっちゃ山の中にキャンプしてる感じやろ。してる感じ。いい感じっす。なんか可愛いっす。土の塊さんの、あ、いかついランタンスタンド、いつも愛用させてもらってます。ありがとうございます。ちょっと紹介するのが遅くなってしまった。ありがとうございます。土さん、ありがとうございます。使ってますよ。じゃあご飯作っていきましょう。はい、今日のメニューは一応マグロ丼やねんけども。いいっすね。ネギを忘れるっていう、山で海の幸をいただく。いいなんかちょっと炙ってみようかなとか思います。いいっすね。ネギの代わりに炙り入れようかなと思ってます。わさびも忘れたしな。全然忘れまくってんな。あるあるや。やっぱりね、3食ともなると忘れるよね。Slice of apple pie. Wanna see my mind, baby? You just join my ride. Getting ready for the weekend. Popping bubbles through the ceiling. Sure, I got dough, but don't need it. Cause all I want is your healing. Your healing. I'm the cool kid from the back. I'm the one calling all the shots, shots, shots. Whether you're ready or not.いただきます。いただいちゃってください。炙りマグロだし醤油。え、パパご飯今から用意してるの。やばいな、さっき来たばっかり。やばい、うん、うまっす。うまっす。うまいんや。混ぜました、ちょっと。うん、私もちょっといただきます。美味しい。うん、うん、うまっ。
これ全部焚き火でできたもんな、うん、これうまいな、うん、うんうんうん、美味しい、いいよ、うんうん、最高やキャンプ最高やあんま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 うん、そこら辺に落ちてる栗を剥いて食べてます焚き火で焼いてね、うん、うん、普通にさ、うん、売ってる栗よりも美味しいわ、いや栗買うんやったらもうおじろじろ来て拾った方が、拾った方がいいってことっす、うん、お金の無駄やでやんないお金の無駄これ焦げすぎ下がパッと見どんぐりやけどな、うん、ちゃんと栗の味すごいな、自然の恵みやん、素晴らしいな、これたまに落ちてきて危ない目に遭うけど確かに落ちてきてたなあ、帽子かぶってたら大丈夫や、うん、帽子かぶったかな、ほんまにイガグリ落ちてくるこれイガグリなんでこんなに時間かかってんのに、もったいないやん、お湯なんか、うん、お湯なんかに使っちゃったら、はい、サイティアママさん、はい、ガチ雨降ってきましたけど、ガチ雨やね、はい、あ、霧もあるやん、霧ガチ雨っすね、うん、ガチやん、本降りやん、我が家はこのあの DD タープしかないから、うん、ここでしか雨はしのぎませんテントないかね、だって動いたらめっちゃ濡れるやろ、うん、キャンプ、あそこも行かれへんし、焚き火は一応ファイヤーしてるけど持ってほしいね、うん、ちょっと収まるまでご飯作れないですよ、うん、まあまだ5時やから、あ、そうですね、うん、ゆっくりしようや、はい、雨見ながら、天気良さそうですね、ね、もう朝ごはん作ってるけども、ハンモック泊はどうでしたか？最高でしたはい、これはツバメ三条さんの、はい、ホットサンドソースね、そうです、これで今日はとろけるチーズと、はい、カレーマヨと、はい、イギシにちょっとセブンで買った鶏もも肉の照り焼きを挟んでみました。なるほど。なるほど。
いや2回目やけど、おじろじろキャンプ場どうでしたか、2回目の。うん、前来てここいいなっていうところにテント張れたから。あ、ほんまやな。うん、よかったです。栗もいっぱい落ちてくるとこやし美味しかったです。栗楽しかったですね。楽しかった。やっぱりいいですね、おじろじろは。うん、雨が降っても景色がいいし。いや、しかしいいキャンプ場を見つけましたね。見つけた。いや、感謝ですよ、こんないいキャンプ場を作っていただいて。蜂がたまに遊びに来る。ブーンブーンって。ブーンブーンって。ブーンブーンって。ヒカキンやん、それ。たまに遊びに来る。まあ、甘せんかったら甘せんかったね。うん。おそらく。思ったよりでも開拓が進んだから、びっくりします。そう。1ヶ月で、やっぱり、そりゃ1ヶ月あったら進むか。うちらにとっちゃあっという間の1ヶ月やけど。俺がでも開拓者やったら進んでる。いや、偉そうに言うな。めっちゃ偉そうに。この景色に包まれたらもう何もする気が起こらへん。確かに。いいキャンプです。広いしな。もう山やもん、ほんまに。次はもうちょっとあれかな、冬が終わるまでは無理な、厳しいかな。はい、雪降る。もうガンガン降るで私のあの運転テクでは無理です。チキンハートではよし、じゃあそろそろ終わりましょう。片付けて。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた会う日まで。パイティアオチャンネル、ママでした。バイバーイ。